こんにちは、週刊北斗ニュースです。さて、北斗市内での転職、再就職を検討している女性を対象に北斗就活女子会を開催します。就職支援ナビゲーターから求人票の見方、探し方のコツを学ぶ講座や、自分に合った仕事を知ることができる適職診断を行います。意外と知らない就活の基本の基を改めて学んでみたい方は、ぜひお気軽にご参加ください。開催日は3月9日土曜日午前9時15分から10時までで、会場は韮崎市民交流センターニコリです。会の終了後には同会場で合同企業説明会も開催しますので、学んだ内容を活かして即実践することができます。参加ご希望の方は2月16日金曜日までに電話 0551-42-1354、 または画面表示の QR コードよりお申し込みください。では今週の番組内容です。今週の出来事は、令和6年能登半島地震、派遣職員壮行会、大谷翔平選手寄贈のグローブ、市内の小学校への2項目です。シリーズは北斗の輝く人たち、今回はマスコミ青年部を紹介します。北レポは商工職能課から北斗市暮らし応援商品券についてのお知らせです。ではまずはじめに、1月19日と2月7日、北斗市役所で令和6年能登半島地震に伴い被災地へ北斗市の職員を派遣する壮行会が行われました。この派遣は1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災自治体に職員を派遣して支援するものです。1月19日には応急対策職員派遣制度に基づき、北斗市消防防災課の職員2名を石川県珠洲市へ派遣しました。壮行会の中で上村市長が、余震が続く中、安全に十分注意しながら支援活動を行ってください、また現地での体験を今後の北斗市の防災体制に生かしていければと思いますと挨拶しました。続いて、派遣職員を代表し消防防災課の小野博史主幹が、被災地では尊い命が失われ、被災された方々は苦しい中でも頑張って生活されています、少しでも皆さんのお役に立てるよう頑張ってまいりますと挨拶しました。職員2名は珠洲市の物資拠点である珠洲市県民体育館で1月19日から7日間支援物資の管理などの作業に従事しました。また2月7日には日本災害リハビリテーション支援協会の出動要請を受け、山梨県の支援チームの一員として辺見診療所の中山陽子主任理学療法士を金沢市へ派遣しました。中山主任理学療法士は、今自分ができることを専門的な目線で一生懸命協力していきたいと思いますと意気込みを語りました。中山主任理学療法士は金沢市内で2月9日から3日間現地対策本部の支援業務に従事しました。さて、メジャーリーガーの大谷翔平選手が全国の小学校へ送ったグローブが北斗市にも届き、高根東小学校では1月22日に子どもたちにお披露目されました。この日、およそ240人の全校児童は通常の学校集会ということで体育館に集まりました。3学期の学級委員の任命式などが行われた後、田沢健校長が挨拶。
その中で田沢校長が、今日は皆さんのためにスペシャルゲストが来てくれていますと話します。すると大谷選手に扮した学校の先生が登場。そして学校に届いた3つのグローブを子どもたちにお披露目しました。このあと地元の野球スポーツ少年団に所属している5年生3人が実際にそのグローブを使ってキャッチボールをしました。子どもたちは憧れのスター選手から届いたプレゼントに目を輝かせていました。僕も野球をやっているので、大谷選手からグローブが届いてよかったです。で実際に届いてみるとここにサインが入ってたりとかしていいなと思います。と思ったより柔らかくて、まあ、みんな使えると思うのでいいと思います。みんなで中休みとかキャッチボールして遊びたいと思います。まあ、投手だと山本由伸とかそういう、まあ、大谷翔平もそうですけど、そういうスター選手になっていきたいです。学校ではこれらのグローブを使いたい児童に休み時間や放課後にその都度貸し出すということです。続いては、さまざまな分野で活躍する人を紹介する北斗の輝く人たち。今回はマスコミ青年部を紹介します。マスコミ青年部は、マスコミ地域を中心に活動する団体で、20代から60代の飲食店や旅館業を営む部員10人で構成されています。主な活動としては5月に開催される火祭り、8月の湯祭りの企画運営、マスコミウォーキングのサポートを行っています。取材に訪れた日には2ヶ月に一度行われる清掃活動の日で、市営駐車場から旅館街に沿って日受け口までの清掃を行いました。この日の清掃活動では、ゴミ袋3つ分のゴミが集まりました。マスコミ青年部の部長、村松良平さんに伺いました。1年を通して、5月の火祭りと8月の湯祭りというものを、企画してやっております。それ以外は、11月のもみじウォークのお手伝いなどもやっております。とマスコミ青年部は、マスコミで、観光業に携わっている方たちが集まった団体ですね。と中には移住してきて青年部に協力してくれている人たちもいます。メンバーは20代から60代のメンバーですね。で、活動を通して世間話や
お酒の場を作って交流を深めています。清掃活動や、年に数回あるイベントを通してそれに参加してくれたお客さんですねが満足していただけるとやはりやりがいも感じられますね。で、最近力を入れている清掃活動はなかなか歩かない地域を清掃活動として歩くことによってゴミがどれだけ落ちてたりなんか道が荒れてたりそういうことの確認ができるので、それをまたみんなで話し合って次につなげることができるっていうことが分かったのでとてもやりがいは感じられます。これからやっていくことはお祭りやイベントで清掃活動を終わらせずにずっと続けていきたいと思います。それから観光課の方々もいい話をたくさんしてくれているのでそういった話を形にできたらなって思います。続いては市役所からの情報をお伝えする北レポのコーナーです。今回は商工食の課から北都市暮らし応援商品券についてのお知らせです。こんにちは、商工食農家の宮沢光です。北都市暮らし応援商品券配布のお知らせです。物価高騰の影響が長期化する中市民生活を支援し地域経済の活性化を図るため市民の皆様に北都市暮らし応援商品券をお配りします。商品券は1冊5000円分で全ての取扱店舗で使用可能な全店共通券が2000円分、大型店舗を除く取扱店舗で使用可能な地元券が3000円分で、市民の皆様に1人1冊お配りします。商品券の使用期間は3月1日から5月31日までです。今回対象となるのは、令和6年1月1日時点で北都市の住民基本台帳に記載されている方です。対象となる方には2月中旬から U パックで世帯主宛に世帯全員分の商品券が届きます。お住まいの地域によってはお届けが3月上旬から中旬頃になる場合がありますのでご了承ください。なお受け取り方法は対面のみとなります。受け取りのご協力をお願いいたします。なお商品券の再発行はできませんので紛失、滅失、破損、汚損等にご注意ください。商品券を使用できる取扱店舗については商品券と一緒にお送りした取扱店舗一覧冊子か市ホームページをご覧ください。また取扱店舗については随時募集しています。市ホームページから取扱店舗登録申請書をダウンロードしていただき商工食農課へメールまたは郵送もしくは窓口持参でご提出ください。商品券や取扱店舗について詳しくは市ホームページをご覧ください。さて次回はハッピータンタン豆まき会などを放送する予定です。どうぞお楽しみに。週刊北斗ニュースをご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。